えっと、それでは、えー、今日は音読なんですけれども、小さいお子さんには難しいと思いますので、聞くだけにしてくださいね。どんなに小さいお子さんでも、こんな難しいビードシとかいう言葉が入るような、えっと、まあ文章でも、聞いてるだけで、えー、将来役に立ってきます。だから、まあなんか食べながらでもいいし、えっと、お家のお父さんお母さんが、 なんかやりながらの時にちょっとこれ流しといてもらうだけで、えー、大丈夫です。いずれ必要になってくるものなんですけども、なんとなくこういう言葉の流れが分かってると、あの、後でその、競技反応がなくなるので、英語が嫌いになるっていうことがなくて済むんですよね。じゃあ、とりあえず、ここから読んでいきますから。で、あの、学生さんは、えー、これ、ちゃんと一緒に、私と一緒に読みましょう。はい。じゃあ、いきます。ワン、ツー、スリー。動詞、する。 の代わりに、これいらない。B 動詞と呼ばれる動詞を使用することで、行動や状態をより具体的に表現することができます。以下に、両者の違いを例文を交えて説明します。状態を表現する場合、私は医者です。I am a doctor。ここで、 私は医者ですという文では単に自分の職業や身分を述べています状態を表しています私は医者をしています I practice medicine この場合していますを使って医者をしていますと述べていますがこの文は具体的な行動医師業務の実施を表しています 身分や属性を示す場合。彼女は優秀な学生です。She is an excellent student。彼女は優秀な学生ですという文では、彼女の属性や身分を述べています。彼女は優秀な成績を収めます。She achieves excellent grades. こちらの文では「収めます」を使って彼女の行動優秀な成績を取るを示していますこういうふうに本当に動作っぽいものは動詞っていうんですが動作ではなない状態なども表してしてまうのが B 動詞なんです、まあ事実とかねそういうものを表すあるいはイコール関係、えー、私は 木村です、みたいな感じ。私イコール木村。でもまあ、木村が全員私かっていうとそういうことはないんですけれどもね。まあそういうふうなイコール関係を表すような場合もードシを使いますね。